リチャード・オースティン・フリーマン遺言状の行方ソーンダイク博士が必要に迫られて警察の範囲に属する事件に余儀なく捜索の手を伸ばすことは珍しくないジェームス・ヘアウッド氏の遺言状紛失事件がその一例だ最初にこの事件の話をしてくれたのは 私たちの友人マーチモンド氏だ彼は一応手紙で事情を言ってよこした後で党の依頼人を同伴して私たちのところへ訪れてきたマーチモンド氏が来たのはちょうど4時頃だったうちに案内すると彼は一緒に連れてきた党の依頼人である30歳ばかりの紳士をウィリアム・クロスハースト氏だと言って紹介した それからテーブルの上に用意してある茶器を見てうなずきながらじゃあ僕も茶でも飲みながら大体の話をすることにしよう詳しいことは後でこのクロスハーストさんに聞いてくれたまえと言ったソーンダイクが茶をついでいる間に何やら走り書きした一枚の書類に一通り目を通して 実はすこぶる心細い話なんで、僕も君に相談には来たものの、拉致が悪くとは決して考えていないんだ。と口を切った。まあとにかく詳細を聞かせてくれたまえ。心細ければ心細いほど、仕事に面白みというものができてくるからね。マーチモンドは飲み干した茶碗を盆の上に置き、それから書類に目を注いだまま、 一昨日、すなわち月曜日の午後1時45分ジェームス・ヘアウッド氏がウェルスパリーからおよそ2マイルあるメルブリッジの邸宅で遺言状をしたためたのだその場に居合わせていた人は4人があった2人は立ち会人として署名した召使い1人はヘアウッド氏の甥いのアーサー・バックスフィールド氏 もう一人がこのウィリアム・クロスハースト氏だ遺言状は一枚のレターペーパーの裏表に書いた書いてしまうと文句の上を他の紙で覆ったまま余白に一同の署名を求めただから立会人も遺産を受け取る人も遺言の文句はわからない知った人は遺言状を書いた人だけだもっとも二人の召使いが部屋を去ると 残った2人にヘアウッド氏が代替の要領を話したことは話したそうだ代替の要領とはソーンダイクが尋ねた一口に言えば遺産をバックスフィールド氏とクロスハースト氏の2人で同じように分配するのだその他、受け取るべき人の名もわからねば他かもわからぬある小さな遺産もあったそうだが要するに フェルト縫製造業をしているおいのバックスフィールドには、独立して小さい工場を建てるか、または会社に投資すべき金として千ポンドを与え、残りをクロスハースト氏に与えるというのだ。署名が済んでしばらくすると、ヘアウッド氏は遺言状を畳み、革袋に入れたままポケットに入れ、これからウェルスベリーの弁護士のもとへ行くと言った。 一道が立ち去って二三分してから、召使いの一人は彼が家を出るのを見た。それからしばらくして近所の人が彼がウェルスベリーに行く小道を歩いているのを見た。その小道は森を抜けた後、ウェルスベリーから一マイルあたりのところで大道に落ち合う道だそうだ。それ以後は誰も彼を見ない。 弁護士を訪問しもせねば、ウェルスベリー付近、あるいは他の場所で彼の姿を見たものもない。その日は夜になっても家に帰らなかったので、家政婦が非常に心配して、朝になると警察に届け出た。警察では捜索隊を作って、彼を一番最後に見受けたところから森にかけて捜索した。ギルバートの森という森だ。 ところがとうとう、その森の中の昔白亜を採掘した古い穴の底に、首を折り、頭蓋骨を砕いて死んでいるのが発見されたのだ。なぜ彼がこんな災難に遭ったか、それは誰にもわからない。しかし、時計や財布やダイヤの指輪や遺言状の入った袋などが紛失しているところを見ると、 あるいは何者かに惨殺されたのではないかと思われる。しかしこれは僕らに直接関係のある問題ではない。少なくも僕に関係のある問題ではない。僕に関係のあるのは遺言状だ。惨殺した男が盗み去ったらしいあの遺言状は取り戻すのにちょっと困難だろうと思う。多分、もう破り捨てられてるでしょう。 と、傍らからクロスハースト氏が口を出した。あるいはそうかもしれません。しかしあなたは私に対してどんなことをご希望なさるんですまんざら法律上の意見を求めにおいでになったのではありますまい。ソーン大工が言った。法律上の問題はかなり明らかになってるんだ。と、マーチモンドが引き取って。遺言状は紛失しても、 みんなが知ってる限りでその遺言の実行を要求することができる。けれども不安なのはこの事件に対して法律がどんな意見を持つかという点だ。遺言者の意思が不明だと言えばそれまでだからね。遺言が不確実だから実行できないと言われてもそれまでなのだ。遺言者の意思が不明だということに決まればどうなるのだ ソーンダイクが尋ねた。その時は、バックスフィールド氏が一番親しい血族だし、他に依存を唱えるものもないのだから、すべての財産がバックスフィールド氏のものとなるのだ。で君が僕に対して要求されることはマーチモンドは気の毒下に苦笑して。ソーンダイク君。 敏腕家の評判を売ると、こんな時に迷惑しなくちゃならない。僕らは不可能なことを君にお願いしに来たんだ。不成功は覚悟の上だが、君に遺言状を取り戻してもらうようにお願いしに来たんだ。もし遺言状が全然なくなっているとすれば取り戻すことはできないが、しかし、 全然なくなっているという証拠までは上がっていないのだから調査してみなければわからない。君がご希望なら僕が引き受けることにしよう。マーチモンドは安心したように椅子から立ち上がって。ソーン大工官ありがとう。それを聞いて僕も安心した。じゃあ僕はこれで失礼するから、あとはクロスハースト君に詳しく聞いてくれたまえ。 マーチモンド氏が帰ると、ソーンダイクはクロスハースト氏の方に向き直って。遺言状がもし本当になくなっているとすれば、バックスフィールド氏はどうするでしょう一番近い血族としての権利を要求するでしょうか要求するだろうと思いますね。何しろあの人は商売人ですし、正当の権利を持っているのですからね。 事実あの人はこの財産の分配を不平に思っているんです。その分配法には相当の理由がありますかもともとヘアウッド氏と私とは親密な間柄で、その上あの人は私に対してある義務も負っていたのです。それで一方ヘアウッド氏はおじおいの中でありながらバックスフィールド氏が気に入らなかったのです。 何よりも最大の欠点は、バックスフィールド氏に賭博の癖があって、競馬に金をかけて大分損をしたこともあるし、用心深い地味なヘアウッド氏は、そんな賭博者に自分の貯金を残したくないと考えたらしいのです。バックスフィールド氏は今商売をしていますか自分で商売をしているわけではありませんが、 ウェルスベリーの郊外にある工場の職工長のような役をしているんです。ヘアウッド氏の死因は、過失かまたは菩殺としか思われませんが、大体いい場所はどんなところですかあそこは非常に危険な場所で、古い白亜の穴の崖のすぐそばを細い道が通っていて、穴が見えないように、 いばらやいろいろな小さな木がいっぱい茂っているんです。ですからうっかりしていると、つい滑り込んだり突き落とされたりします。尋問がいつあるかご存知ですか明後日です。金曜日の午後2時半、ウェルスベリーの町役場に出頭せよという通知が今朝参りました。この時、 慌ただしく階段を駆け上ってコツコツと扉を激しくたたく音がした扉を開けると新聞紙を持ったマーチモンド氏が息を切って部屋に飛び込んできた事件が新しく発展した大した役には立つまいと思うがとにかく早く君に知らせたいと思ったねこう言って彼はいすに腰を下ろし メガネをかけて手にした新聞の記事を朗読した。ジェームス・ヘアウッド氏の死体はメルブリッジ付近の白亜の穴跡から発見されたが、ここに死の死因の謎を解く不思議な新事実がある。ヘアウッド氏が殺害されたのは月曜日だと推定されているが、その月曜日にバーウッド停車場で一人の乗客が 汽車が止まる前に飛び降りて、プラットホームと汽車の間に転げ落ちた。拾い上げてみると、体の内部に負傷しているらしいので、最寄りの病院に担ぎ込んだが、診察の結果、肋骨をくじいていることが分かった。トーマス・フレッチャーという自分の名だけは告げたが、住所は、 親族がないと言って何事も語らず、今朝死亡した。彼の死後ポケットを探してみると、二枚のハンケチで覆った上を糸で結んだ包みが出たが、解いてみると中から、懐中時計五個、時計の鎖が三本、ネクタイピン一個、それから紙幣の束などが出た。 他のポケットからは、どうかや月曜日に開催されたウェルベリーの競馬のプログラムなどが出た。しかるに、五個の時計の中の一つはヘアウッド氏のものと分かった。それから一束の紙幣も木曜日にヘアウッド氏が銀行から受け取ったものと分かった。紙幣は革袋に入れて携帯していたものらしく、 その革袋も、ウェルスベリー停車場付近の鉄道線路の付近から、空のまま昨夜発見された。以上の事実を総合してみると、このフレッチャーという男が競馬場に行く途中ヘアウッド氏に会って殺害したものか、あるいは同志が白羽の穴に陥って死んでいるのを見て殺到したものと想像されるが、 はたしてそのいずれなるかはまだ容易に断定を下し得ない。読み終わったマーチモンドはソーンダイクの顔を見ながら。でもこれだけでは大した手がかりにもならないね。皮袋が空のまま発見されたのだから、遺言状は多分なくなっているのだろうと思う。あるいは、 投げ捨てられているかもしれない。と、ソーンダイクが言った。マーチモンドは不安らしく肩を揺すって外に出た。クロスハーストも話すべき要件は話してしまったので、一緒に外に出た。二人が立ち去ると、ソーンダイクは簡単な書類を前に置いて、しばらく身動きもせずふけったまま、深い瞑想にふけていたが、長い間の経験で、 彼が無関心な顔つきをして黙っているときは、その心が最も激しく活動している証拠であることを知っている私は、遠慮して同じように黙っていた。やがて彼は顔を起こして。ねえ、ジャービス君、創作の価値があるだろうか君はどう思うと尋ねた。 そりゃあ、遺言状が存在しているかいないかによって定まる問題だね。そうだね。まだ存在していないと決まっているわけではない。しかし、遺言状にあまり重きを置いちゃいけない。この事件を調査するとすれば、また調査する気でもあるが。まず、出来事の事実から調査しなければならまい。尋問までにはまだ一日の余裕があるから、 とにかく明日メルブリッジに行って現場を調べてみることにしようそれからマーウッドに行ったフレッチャーという死んだ男を見ておけば尋問の際に何か新事実を発見するかもしれない私は彼が心の中でもうあるものをつかんで捜索の計画がちゃんと立っているのだと見てとったそこで一文にもなくその言葉に賛成した 彼の心に確信のあったことは、夕方になって調査用の道具をせっせと準備しているのを見て、ますます確実になった。私は彼のすることを珍しそうに見守りながら、どんな調査をするのだろうと想像していた。パラフィンローの粉を入れた箱や、水管の用途はすぐわかった。けれども、真空掃除機を小さくしたような人外吸収機。 携帯用の顕微鏡片一方の端に目のある一巻の白縄ことに何も書かぬ札をつけた顕微鏡のガラス板なぞを丁寧に箱に詰めるのを見ては不審に思わざるを得なかった翌朝10時頃ウェルスベリー停車場に下車した私たちは貨車から自転車を出し改札口を出ると早速それにまたがって走り出した 記者に乗っている間に陸軍の地図を調べて、付近の地理をよく暗記しておいたから、土地の人に方角を聞く必要はなかった。街を離れ、大道を左に折れ、競馬場の方に向いて1マイルばかり走り、大道とメルブリッジへ行く小道が落ち合った地点まで来ると、自転車を降り、段を起こして、向こうのなだらかな丘の頂に茂る森を指して小道を急いだ。 歩きながらソーンダイクが言った。こんなにいい道なのに妙に人通りが少ないね。大道を離れてまだ一人の人にも出会わない。森の入り口のところで彼はちょっと立ち止まって地図を調べた。それから200ヤドばかり来ると、とある木の幹に自転車を持たせかけ、よく見えないからわからないが、 どうも白亜の穴はこの辺にあるらしい。と言った。それから彼は道に覆いかぶさる干木をガサガサかき分けて探していたが、急に私の方を向いて叫んだ。まあこれを見たまえ。人が通行する道をこんな危険なままで放っておくとは、随分乱暴だな。クロスハースト氏が言った通り、 そこは実際危険極まる場所であった。干木の茂みを書きのけてみると、道から1フィート離れていないところに30フィートの断崖がある。ソーンダイクが言った。第一にヘアウッド氏が墜落した場所を確かめる必要があるから、後に引き返すことにしよう。穴の入り口は右手にあるらしい。 ここへ戻って上から調査するのは後のことだ。後ろに向いてみると細い小道がある。それを伝って坂を降りると穴の中央に出た。穴の壁が黒くなり、下は一本木が生え、その木のあるものがかなり大きく伸びているのを見ても、この穴が随分古いものだことがわかる。私たちはその木の幹に自転車を持たせて、 静かに険しい崖の下に近づいた。ここがちょうど道の下に当たっているらしい。と、ソーン大工は壊れた階段のような段々のある灰色の崖を仰いだ。ここらに悲劇の跡が残っていなければならぬはずだ。彼がこう言い終わらないうちに、私は白亜の崖の面に白い点のような傷。 それから最近に擦れたらしい面に茶色の傷があるのを認めた傷のついた崖は昔は車を入れたものらしいが今はうつろになっている人工の洞窟の入り口と反対の側にあってちょうど突出した崖の真下になっているソーンダイクが言った墜落した地点は確かにここだ見たまえ 車のついた旧式の担架を置いた跡が残っているじゃないか。30フィートの崖から落ちれば頭蓋骨を砕いて死ぬるのは当然だ。ジャービス君、僕は上へ回って道を調べるから、君、ここで待っていてくれたまえ。こう言って彼は入り口を出た。やがて上の方に茂みをかき分ける音がカサカサ聞こえたかと思うと、 ちょうど私の頭の上に彼の姿が見えた。道にたくさん足跡があるにはあるが、踏みにじったりもがいたりした跡はなく、皆普通の足跡ばかりだ。もう少し調べてみよう。彼が茂みに隠れると、私も洞窟内の捜索を始めた。煙にすすけた屋根、物もらいが使用したような壊れた茶わかしなどの散らかった焼け跡には、 何も捜査の的になるものがない騒音大工の呼ぶ声がするので洞窟を出て上を仰ぐと彼は枝の間から首を覗けているがうつ伏しになっていると見えて顔と崖の口がほとんど同じ水平になっている「おい型を取るからパラフィンローと水管とそれからついでに縄を持ってきてくれたまえ私は急いで自転車の傍らへ行って」 箱を開け、縄とパラフィンローのブリキ箱と水管を取り出し、水管に火がつく用意ができているのを見定めたのち、坂を登って上の道に出た。出てみると、彼は茂みの中に腹ばいになって、頭だけ崖の上に伸ばしている。ジャービス君、ここへ来てみたまえ。下へはここから降りるようになっていたのだが、 誰だか最近にここを降りた形跡がある。きっと後ろ向きになって降りたんだ。それ、あそこの肥え土の突き出たところに靴のつま先の跡があって、つま先の鉄のうの形まではっきり見えるだろう。あの土を壊さないように型を取りさえすればいいんだ。縄にぶら下がって降りてみよう。 しかし、それほどの危険を犯して型を取るにも当たるまい。子供の足跡かもしれないよ。いや、あれや大人の足跡だ。この事件に関係のない男の足跡かもしれないが、雨でも降ったらすぐ消えてしまうから、今のうちに取っておかなくちゃならん。そう言いながら彼は、縄の片一方の端を片一方の目に通して輪をこしらえ。 その輪を肩から通して両腕の下でしっかり締め、縄の端を小さい木の切り株に結びつけて、用心しながら静かに崖を下り、突き出たところに足をかけた。彼が足をかけるのを見すますと、私が上からパラフィンローのブリキ箱の穴にもう一本の縄を結びつけて下ろしてやり、彼がその縄をほどいてブリキ箱を取ると、また縄を引き上げて今度は水管を下ろしてやって、 と彼の動作を見守った彼はまず第一にさじいっぱいほどのロうの粉末を最新に丁寧に薄くムラのないようにつま先のあとにふりかけ次に水管に火をつけシュッと音を立ててパイプが青い炎を吹き出すと足跡の傍らに持って行ったするとローの粉末が見る間に溶けてワニスのように光り出す。 そして水管を抜けると固まった光のない不透明なものになる。次にその上にさらに粉を振りかけて、また火を吹きかけ、4変化5変化、こうして同じことを繰り返すうちに立派な硬い型が出来上がった。それが済むと騒音大工は水管の火を消し、ブリキ箱と水管を縄に結びつけて引き上げさせた。ジャービス君 縄を伸ばしてくれたまえ。あそこの鼻のあるところまで降りてみるから。私は危険だと思ったが、私の言うことなど聞くはずがないので、縄を切り株に巻きつけたまま、しっかり握って伸ばす準備をした。よし私が叫んだ。ゾーンダイクは、ほとんどあるかないかの岩の凸凹に手をかけ、足をかけして崖の表を下った。 幸いにもそこはあまり出っ張った角もなかったので、上から見ていた私がひやひやしたにかかわらず、彼は無事に花の傍らに近づいて、ポケットから封筒を一枚取り出し、花の傍らから何やら小さいものを拾い上げてその中に入れ、またポケットにしまった。それから5分間ばかり、また私に気をもませて、ほとんど垂直の崖の表を這い上がり、 とうとう無事に私のいる草むらの上へ戻ってきた。私はほっとしながらも軽蔑するような口調で。ご苦労様に一体何を拾ってきたんだ浮井京か山葉箱でも取ってきたのかねと言った。彼はポケットから封筒を出し、その中から一本の巻きタバコのパイプをつまみ出してみせた。 何かの骨で作った安物のパイプで使い古して黒く汚れ、その先には手で巻いたタバコの吸い残りがまだついている。私はそれを手に取ってちょっと嗅いでみて、すぐまた彼に返した。僕だったらこればかしのもののためにあんなに骨を折るのはごめんだ。これが何の手がかりになるんだ無論僕にも大した考えがあるわけじゃない。 ただ何かの手がかりになるかもしれないと思ってあるものを集めてるだけだ。まあ、これだけについて考えてみても、ここの穴の入り口の方に回らずに、ヘアウッド氏が落ちた地点から3ヤードも離れていない地点に飛び降りた男が一人あるということがわかるね。その男がわざわざ急な崖を飛び降りたには何か理由がなければならない。多分急いでいたのだろう。 それから、その男がこの地方のものだことも大抵想像がつく。なぜというに、よそのものだったらこの近道を知っているはずがない。このパイプはおそらくその男が落としたのだろう。見たまえ、崖に垂直の傷がついている。あれはこの男が落ちる時につけた傷だ。つま先の跡のすぐ真下にこのパイプが落ちていたのを見ても、 これがその男のものだことがわかる。じゃあなぜこのパイプを拾わなかったのだろうそりゃあ、パイプを落としたところの下の崖がくぼんでいた上に、君のように助けてくれる連れもなければ、丈夫な縄もなかったのだ。また、こんな急なところも構わず急いで飛び降りたくらいだから、パイプを探す暇なんかなかったのだろう。とにかく、 このパイプが彼のものでないにしても、誰か最近にここに来た人のものだことは確かだ。君は、この男が犯人であると想像すべき理由でも持っているのか時と場所の他には何もない。この男は、ヘアウッド氏が持ち物を盗まれた時間とあまり違わぬ時間にここに降りたに違いない。わかっているのはただそれだけだ。 この男の足跡より他に足跡らしいものが見えないから、それで僕はこの男の足跡を注目しているんだ。しかし上の道にも足跡がついているはずだから、これから調べてみよう。私たちは道の端を歩きながらメルブリッジの方に向かい調べてみた。影になったくぼんだところの声土にはたくさん足跡が残っている。つま先に鉄の病を打ったのも一つ見えたが、 それは他の人の大きい病のある足跡でほとんど消されている。ソーン大フは立ち止まって周囲を見回しながら。これじゃあよくわからない。捜索隊が大切な足跡をみんな踏みにじってしまったのだ。つま先に病を打った足跡がどっちに行ったかもっとよく調べてみよう。私たちは 白亜の穴からウェルスベリーの方に出る道を探してみた。しかし何も見えない。今度は穴の中に入って、その男が飛び降りた地点を確かめた後、穴の入り口以外に出られるところがありはせぬかと探してみた。すると、たちまち、ベルブリッジの方に向いた崖の中ほどに足跡が見つかった。その足跡が示す方面をしばらく探してみると、 そこにデーのある小さなくぼちがあって、そこに鮮やかな二つの足跡が残っている。立ち止まってよく調べてみると、つま先の病の他にも一つ、かかとに病が打ってあった。僕はフレッチャーという男の靴を比べてみるために、この両足の靴の型を取るから、君、その場に自転車を取ってきてくれたまえ。 私が自転車を持って帰ってみると、ソーンダイクははや2つの足跡に牢を詰めた後、近くの草むらをこそこそ探しているところだった。何を探しているんだと尋ねると、マーチモンド氏が言ったように心細い話かもしれないが、ここいらに遺言状が捨ててありはせぬかと思って探しているんだ。遺言状はどうもすぐ捨てたものらしいし、また、 泥棒がこの辺の地理を心得ているなら、逃げる際に必ずこの方面を通ったはずだ。地図を見てもわかるように、この方法が競馬場に一番近くて、小道からも大道からも離れているんだ。牢が固まる間に二人でこの辺を探してみよう。探してもダメだと思った私は、不詳不詳に彼の言葉に従い、 彼と反対の側に行って、ところどころにハゲのある草むらを探し回った。何も見つからないので、元のところへ帰りかけると、ソーンダイクも見つからないのか、こっちに帰っていた。私はその時、ふと茂みの中に、飛び色の小さなものがあるのを見つけた。豚革の財布だ。拾ってみると、中は空っぽで、口を開けたままになっている。 財布を持ってソーンダイクの方に近づくと、足跡の型をつまみ上げていた彼は、何も見つからなかったかねと私の顔を見て聞いた。私は今拾った財布を見せた。彼はすぐそれを手に取って、いいものを見つけたね。これきっとヘアウッド氏の財布だ。見たまえ、ここに JH と頭字が書いてある。 してみると、泥棒が逃げた方向はやっぱりこっちだったのだね。だからこの辺をもっと落ち着いて捜索してみたら、あるいは遺言状が出てこないとも限らない。しかし、バーウッドに行かなくちゃならないから今探すのは予想。僕はバーウッドへ行くと電報を打っておいたのだ。さあ、これから台道の方に出ることにしよう。バーウッドまでは30分ぐらいで行けるだろう。 私たちは肩を調査箱に入れ、それをしっかり自転車へ岩へつけて、幸い人通りがなかったので自転車に乗って小道を走り間もなく大道に出て、そこから速力を早めてバーウッドに向かった。30分ばかり自転車を走らすと、小さいバーウッドの街の一番賑やかな通りに出た。警察署の前に自転車を止めると、署長自身が出迎えた。 しかし、所長がひどく好奇心を持って私たちを持っていたのには、いささか並行した。おう、ソーンダイク博士ですか。万事あなたがお手紙でおっしゃった通りにしておきました。死体だけは埋葬するために送りましたが、服や持ち物はちゃんと私の部屋に並べておきましたから、どうぞご遠慮なくご覧になってください。そうですか。 それはどうもご親切にありがとうございました。ソーン大工は調査箱をほどいて、所長に従い彼の部屋に入っていろいろと辺りを見回した。いつでも検査のできるように大きなテーブルの上をきれいに掃除して、その一方に死んだスリの服や持ち物を秩序よく並べてある。ソーン大工は第一に死人の靴を取り上げた。 格好はいいが茶色の皮は薄くて、裏には四角な小さい釘があるばかりで、病はつま先にもかかとにも打っていない。ソーンダイクは黙ってそれを私に示した後、靴を一枚の白紙の上に置いて、丁寧にその裏の形を写し出した。傍らで見ていた所長は驚いて。この事件に足跡を調査する必要があろうとは思いませんでした。 死んだものを罰するわけには参りませんからね。孫大工もその言葉には同意した。けれどもすぐ次に、所長がびっくりして目をパチクリさせるようなことを始めた。彼は調査箱を開けて、人外吸収器を取り出したのだ。すると所長は、毛源らしい顔つきで開いた調査箱を覗き込んだ。 私が人外吸収器のポンプを押すと、ソーンダイクがパイプの口を死人の服のポケットに突っ込んだ。それが済むと彼は容器を分け、かなりたくさん溜まった人外の塊を取り、それをガラス板の上へ二つに分け、半分を私に渡し、二人でそれを伸ばして気迫にし、少しずつグリセリンを落としたいくつかのガラス板に乗せて、上からまたガラスで蓋をし、付け札に、 フレッチャーのポケットから取った人外と書き記した。それが済むと顕微鏡を取り出し、今人外をつけた1インチ角のガラス板を一つ一つ順々に覗いてみて、後から私にも見せた。私が見たところでは普通の人外で、主としてちぎれた木綿の繊維よりなり、それに少量の毛、リンネル、木材、鉱間、 それから私に判断のつかない繊維が加わっていた見るか見えないかの少量の鉱物質も加わっていたらしい私は何も言わず顕微鏡を所長に示した息遣い激しくそれを覗いていた所長はおかしなものですねと言いたげだったソーンダイクが次に何をするだろうと見ていると彼はすこぶる奇妙なことを始めた まず、死人の盗んだ5個の懐中時計をテーブルの上へ並べ、レンズでいちいちダイヤルを覗き、それから時計の裏を開けて、修繕者の印を調べて手帳に書き留めた。次に、箱から小さい硬化ゴムの棒を5つ6つ取り出し、顕微鏡用のガラス板を5つ並べ、その上にグリセリンを1滴ずつ落とし、ホコリがかからないようにガラスで覆った後、 5つの時計とガラス板に番号を書いた札をつけた。それから次に第1号の時計のガラスを外し、木のハンケチでよく拭いた硬化ゴムの棒でそのダイヤルを縦横に書き回し、グリセリンのついている第1号のガラス板の上に持って行って、その棒をナイフで強く叩いた。ホコリを落としたのだ。それからガラス板に同じくガラスの蓋をかぶせて、 忙しそうに顕微鏡にかけて覗いた。こうして他の四つの時計も同じように新しい硬化ゴムの棒でかき回して試験した後、彼は口を開いていた所長を帰り見て、この鎖のついている時計が部屋うっとしのでしょうね。と尋ねた。鎖でわかりましたよ。騒音大工はじろじろ時計を見つめた。 頭の輪に短い青い紐が結びつけてあって、その先に小さい綺麗な鍵が一つついている。彼はこの鍵の筒穴に針を突っ込んで、中のほこりを少しばかりほじくり出した。私が急いでガラス板の用意をすると、彼がそのホコの塊を一層小さく切って、ガラス板のグリセリンの上に落とし、三つのガラス板をこしらえて、それに鍵の外部、 中央、内部という札をつけ、順々に顕微鏡に照らしてみた。私がそれを調べたところでは別に変わったことはなかった。みんな普通の人がいらしかった。もっとも、第3の時計の表から取った埃りの中には、動物の毛。多分、猫の毛とも思われるものが混じっていた。 鍵の外部から取ったほこりにも同じくそれが混じっていたこれに何らかの意味があるにしてもそれは私にはわからなかったその夜夕飯後私たちはゆっくりまた例の人外を調べてみたがその時ソーンダイクは白亜の穴で拾った巻きタバコのパイプの穴に糸を通してゴミを取り汚い黒い部分をかきのけて グリセリンを落としたガラス板の上に落とした。彼はそれを顕微鏡で覗いた後私に示した。黒いタールのような液のために鮮明には見えなかったが、それでも他のガラス板で見たと同様な動物の毛があるのが分かった。しかも今度のには特にそれが多い。私が言った。こりゃあ確か哺乳動物の毛だ。 どうも猫の毛らしいと思うのだが、どうだろう。うさぎだよ。と、ソーンダイクが簡単に答えた。恥ずかしい話だが、私はこう言われても、まだ彼の調査の検討がつかなかった。ウェルスベリーの町役場の一室は、尋問数分前に人でいっぱいになった。 売イ官が近所の埋葬場に検視に出かけた暇に、私は集まった一同を見回した。マーチモンド氏も来ている。クロスハースト氏も来ている。乗馬用のズボンに規範という凛々しい紛争の青年は、確かにアーサー・バックスフィールドだと睨んだ。昨日わったバーウッド警察署の署長も来ていたが、彼は人気のないところで、 孫大工と一言二言何やらひそひそ話していた。他の人は私が知らない人ばかり。検視官と陪審官が席に着くと、まず第一に医者の意見を促した。医者は死の原因は首を折ったことと頭蓋骨を砕いたことだが、頭蓋骨は重い太い棒で殴られたか、または墜落した際に打ち付けたものらしいと述べて、 一同は墜落の際に砕けたという説に賛成した首が折れるほど頭を下にして墜落したものという理由だ次に立ったのはクロスハースト氏彼は先日私たちに話したと同じことを述べ死人の家を出るとすぐ友人と約束があったので家に帰ったと付け加えた次に立ったバックスフィールド氏も彼の陳述と符合することを述べ ヘアウッドの家を出るとウェルスベリーの工場に行ったと言った。彼が席を立とうとすると、不意にソ音大工イクが立ち上がって、あなたは何時頃工場へお付きになりましたと尋ねた。バックスフィールドはちょっとためだったのち、4時半です。と答えた。で、ヘアウッド氏の家を出たのはいつです 時です。道は何マイルありますまっすぐに行けば2マイルばかりですが、私はレンフィールドの方に回って行きました。じゃあ、競馬場の近くに行かれたわけですね。競馬をご覧になりましたかい,いえ、その時分にはもう競馬は済んでいました。短い沈黙。 やがて、ソーンダイクがまた口を開いて尋ねた。マックスフィールドさん、あなたはタバコがお好きですかこの突飛な質問には、彼も陪審官も少々驚いたらしかった。大好きです。一日に巻きタバコを15本ばかり吸います。何という巻きタバコです種類は私はいつも自分で巻くのです。 シャグを巻いて飲みます。この時、陪審官の間から、ホツホツ非難の声が漏れ出した。検視官が厳然として言った。そんなことは、この尋問に関係がないように思います。すると、ソーンダイクは、ところが、これが非常な関係があるんです。と言って、バックスフィールドの方に向き直り、あなたは、 巻きタバコのパイプを使いますかはあ、時々使います。このごろパイプを落とした覚えはありませんか青年はぎょっとした目つきで騒音大工を見たが、しばらくして。最近は、一本なくしたように思います。いつ、どこでなくしましたそれは、それは、 よく覚えていません。と言った。バックスフィールドの顔は目に見えて青かった。ソーンダイクは自分が苦心して拾ったパイプを箱の中から取り出して青年に渡し、なくしたパイプはこれでしょう青年は死人のように真っ青になり、パイプを持つ手をブルブル震わしながら、 これかもしれません。確かなことはわかりませんが、私がなくしたのによく似ています。ソーンダイクは再びそれを受け取って検視官に渡し、これは大切な証拠品です。と言ってまた青年に向かい、あなたは今競馬を見に行かなかったと言われましたが、 競馬場の構内に一度も行きませんでしたかバックスフィールドは舌で唇を潤して。ほんの一分か二分間行ったことは行きましたが、その時には競馬が済んでいましたし、人がいっぱいでしたからすぐ帰りました。その人混みに揉まれている間にポケットを捨てられはしなかったですか 一同は水を打ったようにしんと静まり返って、青年の次の答えを待った。ほう。時計を、すられました。と、青年の低い声。すると、ソーンダイクはまた箱の蓋を開いて、中から、第んと書いた札のある時計を取り出して、青年に渡し。あなたがすられた時計はこれですか と尋ねた。時計を受け取ったバックスフィールドはおどおどした調子で。確かなことはわかりませんが、これらしゅうございます。沈黙。しばらくしてソーン大工が、重々しい力のある声で尋ねた。バックスフィールドさん、これからあなたに一つの質問をしますが、 もしあなたがその質問に答えれば自分が誤解を受けるとお思いになるならお答えにならんでもよろしい。その質問というのはあなたがポケットからこの時計をすられた時に何か他にあなたの体から一緒に盗まれたものはないかということです。急がなくてもよろしい。ゆっくり落ち着いてお考えになった後で 返事をしてください。バックスフィールドは黙ったまま驚いたように目を見張って荒々しくソーンダイクを見入っていたが、やがて口ごもりがちに、何も、取られたようには思いませんが。と言った。この人に腰をかけることを許可していただけませんかとソーンダイクが尋ねた。 ソーン大工の言葉に従って椅子が運ばれた。バックスフィールドはどっかと腰を下ろして、東枠下に周囲をじろじろ見回しながら、ついに何事かを決心した風で口を開いた。こうなったらありのままを正直に述べて、おとなしく結果を待つより他ありません。実は、月曜日に叔父の家を出ると、ギルバートの森へ入って叔父を待ち受け、 他人にあんな莫大な遺産を分配するおじの処置に対して不平を言おうと思ったのです。私はおじが通る道をよく知っていましたから、先に安子へ行ってゆるゆる歩きながらおじが来るのを待っていました。すると間もなくおじがやってきて、ちょうどあの穴の上のところでばったり出会ったのですから、自分が考えていたことを話し始めたのです。 ところが、おじはどうしても私の言うことを聞いてくれません。とうとう、おじは腹を立てて、道の真ん中に立っている私を押しのけて進もうとしたのです。ところが、その教師に私は足を茨に引っ掛けて後ろによろめき、草むらの中に転んだと思ったら、下の方でどさっと物の落ちた音がしたのです。 私はすぐに草むらをかき分けて下を覗いてみました。すると、白亜の穴の底に、おじが頭をぶつけて倒れていたのです。穴の底に降りる道を見つけたものですから、少々危険だとは思いましたが、何分くずむずしている暇もないので、そこを飛び降りました。その時です。 パイプを落としたのは、おじのかたわらに近寄ってみますと、頭を砕き、首を折って死んでいます。これを見た私は、つい悪い考えを起こして、遺言状を取って逃げようと決心しました。しかし、遺言状だけ取って逃げれば、私が疑われるに決まっています。 で、他の大切なもの、すなわち、革袋、時計、鎖、財布、指輪謎を一緒に盗んだのです。財布は金だけ取って投げ捨て、指輪も後から投げ捨てました。遺言状は革袋の中にちょっと差し込んであっただけですから、抜き取って内側のポケットに入れ、革袋と時計と鎖だけは、 上着の外側のポケットに入れましたそれから田舎道を通って競馬場に行きそこの群衆の中で時計や革袋を落として誰でもいいから拾ったやつに持って帰らそうと思ったのですところが競馬場に行くと一組のスリがいたものですから訳もなく片付けることができました彼らは群衆の中で私を押したりついたりして 鍵と遺言状の他は何も残さず盗んでくれました。でその遺言状はどうしましたねソーンダイクが尋ねた。ここにあります。と言って彼は胸のポケットに手を入れ、畳んだ紙を取り出してソーンダイクに渡した。ソーンダイクはそれを一目見て検視官に渡した。 事実において、これで尋問は終わりを告げた。陪審官はバックスフィールドの陳述を承認して過失の死と記入し、バックスフィールドのことは後で担当者が適当に取り扱ってくれと言い残して立ち去った。調査の方を進めているうちに、急に明瞭な一つの事実が現れてくるなんて、 今度の事件は実に面白くて簡単で愉快だった。その夜、いつもよりも遅れて二人が食卓を囲んだ時、ソーンダイクが言った。全くだね。もっとも、なぜ君が解決の鍵を握り得たか、それはまだ僕には加点がゆかないが。と私は言った。それはこうだ。と、ソーンダイクが話し始めた。 まず第一に、マーチモンドが話した言葉に従って、この事件の代替を考えてみたまえ。誰にでも気のつくことは、遺言状が紛失すれば、バックスフィールドが一躍して全財産の相続者になり得るということだ。たとえ法廷が遺言状をしたためることを拒むとしても、他人より財産のことをよく知っている二人の陳述によりて事件が処分されるから、 バックスフィールドは自分の思う通りのことが言えるわけだ。この遺言状の紛失は、バックスフィールドにとって非常に好都合であるということは忘れてはならない。それから、盗まれた物品がフレッチャーの死体から発見されたことをちょっと考えてみると、犯罪の秘密が解けたように思われるかもしれない。すなわち、フレッチャーのみが犯人と思われるかもしれない。 しかしよく考えてみると、そこにたくさんの大きい不合理があるのに気がつく。第一、このフレッチャーは、鉄道は元より、道路からも遠く離れた寂しい土地になぜ来たのだろう。彼はロンドンのスリで、汽車に乗ってロンドンに帰りつつあった際に死んだのだ。だから彼が、 競馬場で人稼ぎするために記者に乗ってロンドンから来たものだことはすぐわかる。それからまた犯罪学者が説明しているように、犯罪を常習としている者には、それぞれ犯罪の専門があって、野党は野党、頑蔵は頑蔵、スリーはスリと、皆専門に分かれているのだ。ところで、このスリのフレッチャーが競馬場で稼いだとすれば、 彼がヘアウッド氏から直接盗んだのではなくて、ヘアウッド氏のものを盗んだ他の第三者のポケットから関節に吸ったということになる。では、その第三者は誰だろうここでまたバックスフィールドのことをもう一度考えてみなくちゃならない。そこにはさっきも僕が言ったような動機がある。その上、フレッチャーの推は競馬場で行われたものらしいが、 バックスフィールドは有名な競馬好きと来ているんだ。次にもし、果たしてバックスフィールドがすられたものとすれば、五つの時計の一つは、あるいはバックスフィールドのものかもしれないということになる。これはちょっと証明に困難だが、ここに僕がさっき言った明瞭な一つの事実が現れてきたんだ。君も覚えているだろうが、 マーチモンドが初めてこの事件の話をしたとき、バックスフィールドはフェルト棒の製造者だと言った。それからクロスハーストも、バックスフィールドがフェルト棒の工場の職工長のような仕事をしていると言っていた。ここだよ。まあ、フェルト棒がなんだか考えてみたまえ。うさぎの毛を固めたものに過ぎないではないか。その製法は、 バラバラに分散した毛を回転している鋼鉄の塩水に吹き込んで、アルコールに樹脂を溶かした水塩で示すのだ。だから工場の空気はうさぎの毛の繊維でいっぱいになっているのだ。従ってそれが服にも染み込めばポケットにも入り、ポケットに入ればポケットの中にある時計の機械の中へも無論入るのだ。そこで、 もしバックスフィールドの時計があの5つの時計の中にあるとすれば、その時計や縁の表にこの特別な人外がくっついていなければならぬ。で、僕がコディントンのレンズで5つの時計を順々に覗いてみたら、果たして第3の時計にこの特別な人外が付着していた。 電気をかけた硬化ゴムの棒でその人外を取ってガラス板に乗せて顕微鏡で調べてみると鮮やかにそれが分かった。だからその時計の所有者は必ずフェルト棒製造の工場に働く人だと分かった。フレッチャーのポケットにはうさぎの毛はなかったのだ。それからヘアウッド氏の時計を調べてみると鍵の穴に少しばかりの綿毛が付着している霧で ダイヤルにはウサギの毛は付いていない。さて、もしウサギの毛がヘアウッド氏のポケットにあったものだとすれば、鍵の綿毛の全体にそれが付着していなければならないのだが、事実はそうではない。外部にしか付着していない。ここで、このウサギの毛はヘアウッド氏以外の人のポケットから来たもので、その人は確かにフェルト棒の工場に働く人で、 また、第三の時計の持ち主だということが推定できる。それから、ここにまた、巻きタバコのパイプというものがある。あのパイプの穴には、うさぎの毛がいっぱい詰まっていた。そして、持ち主は、犯罪の場所に望んだ男だ。だから、ヘアウッド氏の時計を運んだポケットは、この男のポケットで、第三の時計の持ち主だことがわかる。 時に君は今日バックスフィールドの靴を見たかね見なかったよ。僕は見た。見たらつま先に鉄の病がついていた。それを確かめたからあの質問を始めたのだ。もしあの場合、検視官が僕の質問を許可しなかったら、バックスフィールドに対して犯人としての取り扱いをする結果になったかもしれないが、 幸いに僕の質問ですぐ遺言状を出したから、これでもう誰も彼を起訴しようとはしないだろう。私も彼の言葉に同意したのだが、彼を起訴する者は果たしてなかった。